開始。今行きます。こっちに行くよ。人気開発する。これで作戦終了だな。もっと撃ちたかったわ。祈祷準備に入るぞ。今回は余裕がありましたね。
わかったわ。私に任せて。おかしいなこれ、おかしいなおかしいのはお前だよ。人間の個体差が気になりだしたみたいだね。興味深い。個体差ですか？ああ、体格差や性格、人種、性別、人間の多様性に興味を持ち始めているんだ。荒神は分類上無性生殖に近い繁殖形態をとってはいるけれど、新種のバジュラのような例もある。概念としての性別というものへの理解も時間の問題だろうね。この子も見た目は女の子なんですけど。そうだね。支部長もそろそろ帰ってくるだろうし、あの服もどうにかしないと。呼びつけてすまない。私ではどうにもならない問題が発生してしまってね。彼女に服を着せてくれないか。はあ、服ですか？さまざまなアプローチを試みてみたんだが、全て失敗に終わってしまってね。キチキチチクチクやだということらしい。ぜひ女性の力を借りたいと思ってね。なら、なんで俺を呼ぶんだ。戻るぞ。俺も役に立てそうにないし、ちょっと今バガラリーがいいとこだったんだ。任せたよ。まったく薄情な男どもね。とにかくちょっと着せてみますよ。チオ、ちょっとおいで。なに？博士、ちょっと奥の部屋借りますね。アリサ、ちょっと手伝って。わかりました。それにしてもショウや君たちはとても興味深いよ。その柔軟さと多様性が予測できない未来を生み出すのかもしれない。あのシオちゃんが壁を壊して外に。やはり予測できない。君たち、お願いだ。なるべく早く彼女を連れ帰ってきてくれないか。